Hello guys, my name is welcome to my video too. 今回の動画はフォートナイトって今までいろいろなコラボをしてきたと思うんですけど、それのまとめ映像を皆さんと一緒に見ていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。 Let's go。 よし、ということで早速見ていきましょう。一つ目が、うわ懐かしい、一番最初のコラボはマーベルとのコラボだ、サノスだ。いや、このミシックまた使いたいな。からの次は、お、あれだ、フットボールのスキンたちか。これが2個目だったんだ。このエモート一時期めちゃくちゃ流行ってたよね。なんか珍しいみたいな、最初来た時だ。懐かしいこんな映像あったっけ。めちゃくちゃエルダンスしてますけど、奥で。そう、 NFL アメリカのフットボールとのコラボだ。からの次はなんだ。お、またアベンジャーズだ。これがエンドゲームとのコラボだっけ確か。いや、こん時マジで楽しかったよね、フォートナイト。懐かしい。これマジでさ、フォートナイトのスキンとマーベルとのコラボめっちゃいいよね。いや最高。マジでまたやってください、エピックお願いしますそろそろがっつり見たいな。また次はなんだ。うわ、ジョンウィックだ。いやー、このスキン懐かしいな。そう、今こっちが新しい方だよね。でこっちがあれだよ、バトルパスのやつだよ、シーズン3の。ジョンウィックもいいよな。次のコラボ何だったんだろう。うわっ、ジョーダンとのコラボいいねー。いやー、やっぱジョーダン最高よ。このスキン俺めっちゃモングラールとかのイメージなんだけど、クリエゼめっちゃ使ってたよね。次はなんだ。うわ、俺このスキン欲しいんよ。買ってなかったんだよね、プレイしてたけど。ボーダーラインだっけ確か。激励だよね、チャプター1の。そうそう、このスキン、このスキン。いやー、買えばよかったなこのスキン。この時まだ僕フォトナ実況者やってなかったからさ、全然。いやー、いいなー、めっちゃいいなー。いやー、欲しい。こんなにいろいろあったんだね、欲しい。メイヘム、次がバットマンだ。ここら辺からだ、俺動画投稿し始めたの。そうだよ、タワーがバットマンに変わってたんだよね、ゴッサムシティに。懐かしい。長らくさ、バットマンとかのコラボも来てないよね。来てほしいよね、ミシックとかも。お、スターウォーズ、え、何この映像、覚えてないかもこの映像。何のコラボだっけ。俺、え、チャプター2じゃん。こんな映像あったんだ、初めて見た。インプレルストームトゥルーパーの初期のやつか、シーズン1のやつだ。なんかワンタイムイベントみたいになったよね、この時確か。俺あんまり記憶にないんだよね。確かちょうど僕が日本に来た時ですね、これ。日本で引っ越しとかがあって、ちゃんと見れなかったんだよね、この映像。覚えてる俺、 PS4 でプレイしてたもん、この時まだ日本に PC が届いてなかったから。はいはいはい。からの、うわー、もうみんなが知ってる映像じゃないこれは。デップとのコラボでしょ。カットされちゃったあれカットされたんだけど映像。うわ、出た、デッドプール。いいね、新しい映画も近いうち来るからね、またコラボ来てほしいよね。いやー最高。そろそろ俳優さんも来ていいんじゃないですか。ライアン・レノンズもまだ顔なしバージョン あるか。あるわ、ある。でもコミック版だよね、デッドプールって。まだ、いやー、こん時マジ楽しかったな、フォートナイト。夏、ちぎるんでしょ。もう俺見すぎて覚えちゃったわ。次なんだ。次、あ、アイテムショップのやつだよ、デッドプールの。いや、こういうのも入れてくれるの嬉しいな。特別アニメーションがあったんですよ、デッドプールの時って。めっちゃ良くない、アイテムショップ変わる時。すごいよね、
これまたやってほしいな、こういう系のなんかこうやってさアイテムショップをいじってくれるアニメーション。凝ってるよな。出た、これマーベルだよね。 X-Men だっけ、こっちの方のマーベルよくわかんないんだよね、あんま見たことない。なんだっけ、あ、X-Force だ、 X-Force、 ごめんなさい。お、トラビスコット来たって。絶対著作権だから曲流せないやつじゃん。いやー、またこういうライブイベントもやってほしいね、がっつりやってほしいよな。普通に最近さ、エピッククリエイティブにシフトしてるから、こういう音楽イベントもクリエイティブもいいんだけどね、やっぱ公式の島でのイベント見たいよね、こういう感じの。懐かしい、トラビスコット再販来ないかな。シーズン3、アクアマンだ、難しいな、神シーズンやったな。 I invited Aquaman. He said yes. So I said, can you wear a shirt? He said, no. あー、出た、キャプテンアメリカだ、島に到着した時のやつだ。いいね、かっこいいな。なんだここら辺からマーベルめっちゃ増えそうだよね。え、何これ、何のコラボ。ああ、アクアマンの敵役だっけこれ、確か庄司さんがこのトレーラー再現してたの俺覚えてんだけど。なんかやってたよね庄司さん。このスキン使ってる人見ないな、もう。アクアマンのブラックマンタだって逆だよね、確か。あ、そう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 。あー、出た出た、最強アイアンマン、かっけー。シーハルクね、最近シーハルクのドラマやったよね、ディズニープラスで。この時俺全然誰か知らなかったけど、いやそろそろマジでさ、ミシック大戦争見たいんだけど、いろんなミシックで戦うみたいな。こん時マジでさ10個ぐらいミシックあったからね、グルートのやつ、アイアンマンのやつ、ドクタードゥーム、そう、誰がいた、ウルヴァリン、何個あったミシック、こん時ストームもあったよね。いや、ガチ楽しかったな、あん時はさ。当時はなんか、うん、神シーズンやと思ってたけどさ、まさかあれから全然来なくなるとは思わなかったよね、こんないろんなミシックがあるシーズン。お願いします、エピック。また近いうちこれお願いします。いやー、いいシーズンだったな。いい、なんだ、え、なにこれ。My memories are broken. ソーが喋ってる。But I know I brought these mighty warriors. あれ、こんな喋ってる映像あったっけ。あ、そう、あった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 。Where we'll prepare to stand against the Galactus. でっかい光線でギャラクタスが来るぞっていう。戦えみたいな、アベンジャーズ集まれみたいなやつだよね。そう、アイアンマン、ミスティック、ドクター・ドゥーム、シー・ハルク、ウルヴァリン、ブルー、これ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 、ソーのミシック、ウルヴァリンのミシック、ボスもいたのも良かったよね、グルートのミシックとドクター・ドゥームのやつとシーハルクとアイアンマンね、ユニビーム。いや普通に神映像じゃない今見ると。ガチでめっちゃ楽しそうだよな。ウルヴァリンの映像だ、ウルヴァリンが島に来た時のやつ、これ結構好きなんだよね、大人対ウルヴァリンみたいな。え、爪が出てきただと、じゃあやるぞ。いいね、ウルヴァリン。あれ、デッドプールさん
最後映って俺知らなかったんだけど、マジか、神映像じゃん。I've been gathering the greatest hunters across all realities. あ、このシーズンね、いろんなコラボあったよね、この時も。マンダロリアン。A lot of credits to convince Mando, but this is the way. え、あ、それでもう終わっちゃうんだ。うわ、ジョーカーじゃん。え、マジでフォトナのコラボすごいな、こう見ると本当に。いろんなとこから撮ってるよね。いやジョーカーもいいね。からのバットマン、なんだなんだっけこれ、え、何のコラボだっけ。うわ、いや、ちょっと待って、あれだよ、クレートルだっけ、あの、あれハゲのおじさんのやつ、それ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 、ほら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 、俺ちょっと名前ゴッドボアだよね、確かあのコラボ確か。どうだ、合ってるよね、クラトスだ、そうだ、そう、この時だよね、リバイアスのつるわし出た。このトレーラーも結構なんか人気だよね、ディッシュスティックでって。マスターチーフだっけ、ヘイローだよね。マスターチーフ、そうだ、待って次はなんだ、これはウォーキングデッドだっけ、違ったっけ、詳しくない、違ったっけ、いやごめん違ったらごめん、本当に、うわ出た、ワカンダフォーエバー。いやーこのトレーラーもいいな、シンプルだけどマジでいいよね、ブラックパンサーが上にいるの、かっけー。え、なんだ、なにこれ、フォートナイトクルー、ロキかな、違うわ、グリーンアローだ、ロキもフォートナイトクルーだったよね、確かいたな、グリーンアロー。え、ほら、サッカー、え、impressionante porque na realidade、こんな映像あったっけ、uma explosão de alegria que me levou naquele momento depois do gol sair dando um soco no ar porque eu achei、なんだっけ、これ、何のスキン、muito bonito、普通のサッカースキンやんけ。よくわかんなかった。出た、プレデター、懐かしい、プレデター、いや、ナッツいたな、いたな、プレデター。出た、最近またコラボしたよね、フォートナイト。たらこの後、いい発表。お、マンダロリアンのやつだ。これあれだ、ピーリーが倒されるやつじゃん。懐かしいマップが。これ、ピーリーが追われて、最終的にピーリーが、やばいピーリーってなってこうなる。これも結構面白いモードだったよね。お、出た、ストリートファイターコラボ。いやー凝ってますね、いいですねこの映像もダブル KO ってちゃんと出てくるんだね。これエイリアンか、そうだそうだ、これまたジョンジーが出てるね。この時確かジョンジーがいろんな世界線からねリクルートしてるんだよね。さて、うわー出た、伝説のトレーラー。もう意味わかんないもんなこれ見てると、
なんでフォトナのさトレーラーにこんないろんなコラボがさ密集して出てこれんねんっていう。これだってこれ出てきて、今までのほらプレデターも出てきて、そもそもは全員別世界線のはずなのに、竜も出てきて、いやいいね。初めてファンデーションが出てきたやつね。ファンデーションのシーンやってくれんのかな。お、やってくれそうじゃない。あー、カッツされちゃった。見たかったのに。次なんだ、何のコラボだっけ。次なんだっけ、プライマルね。何のコラボ。ララクロフトだ。ララクロフトか。あんまり見覚えないトレーラーかも。あ、これもコラボだ。やばい、音が。あ出た、ロケットリーグ。よくコラボしてるよね、フォートナイト。めっちゃ音変じゃない、なんか気のせい。あ、戻った戻った。次なんだ。うわ、なんだっけこれ、ゲームとのコラボだよね。なんだっけ。うわ、こん時のラプターまたちょっと見た目違くない。アロイだ、そうだそうだ。これもゲームとのコラボだよね。次は、あ、出た、ネイマールじゃない。このトレーラーもかっこいいよね、めっちゃ。ブラックパンサー感って好きなんだよね。めちゃくちゃかっこいい。出た、って。いや、いいよね、かっこよすぎるこの変身。かっけー。いや、グレ破壊力やばすぎだろ。出た、ネイマール。次なんだ、バスケか。あったなこんなトレーラー。こんなんだっけでも。おお、かっこいい。出た、シーズン7、スーパーマンだよね。これスーパーマンの画面バットマン使ってんだよ、フォートナイトで。知ってた、みんな。もろいよね、小ネタ。で、あとリックだ、博士も出てくる。これ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 、実際なんかアニメっぽいあれだよね、コラボは。これがリックが初めてだって、ナルトの前だもん。ここで初めてなんかこういう絵柄のスキンが出たというか、コラボでね。But we have something they don't. 出た出た。あ、これもおもろかったな、この武器。Whether you've always been here, 持ち上げてなければ。Visitor from another star. This island.スーパーマンのさミシックあってもいいよね。してなかったもんね。だから DC のミシック少なくない、フォートナイト。マーベル多いのに。スローン博士に裏切られたシーズンだ。サッカーだ、これも確か。Sie jeden Tag eigentlich mit meinen Freunden teile oder ich sie an meinen Freunden verschicke. Ich denke nicht vorher darüber nach. 全然フォトナがないっていう。Ist einfach sehr, sehr emotional, wenn man das sieht. Und von daher kommt das alles sehr, sehr spontan. Hallo Fortnite-Fans, ich freue mich, meinen neuen Fortnite-Skin vorstellen zu können. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen und wünsche euch dabei viel Spaß.
もう一人いたよね。 Kissing the ring for me is just a way of showing appreciation to my wife and my children in a way. It's just a way of giving back to my family. Join me and become me. 次はなんだ？ナルトじゃない？あ、ロキだ。ロキか。バトルバスの中の映像いいよね。なんかバトルバスの物語みたいな感じ。あれもあったよね。トマト頭のやつも。めちゃくちゃロキっぽいな、表情の仕方が。いいね。なんだ？あ、あれだ。レブロン・ジェームズだ。かっけー。ロスキンもいいな。あ、これも実写版のやつだ。レブロンの。これなんかね、アメリカのミュージアムで実物あるらしいですよ。この今これ着てるやつがなんか展示されてるらしい。いつか見に行きたいな。これってコラボなんだ。え、短っ。お、出た。フェラーリもまたコラボしてほしいね。車系のコラボいいよね。乗れるからさ、本当にフェラーリ乗ってる気分になれるもんね。そろそろ来そうじゃない？でも、なんだ、あ、なんだっけ。あ、Anything, and I mean anything, he wields is legally considered a deadly weapon. Just ask Superman. 明かされなかった。次行っちゃった。アリアル・グランデだ。俺らの最後の音楽系を、あ、違うか。あの後、もうキッド・ラローやったか。出た、モーティーだ。これ一瞬ビビるよね。うわ、ロボット帰ってくんのと思いきや、モーティーっていう。これは何のコラボだっけ。カーネージか。そうだ、カーネージ持ったやん。バトルパスだよね。ギア100だよね、確か。確かにそうだよ。そうだそうだ、カーネージいたな。初めて見るこの映像。こんな映像あったの。こんな映像あったの、すげえ。初めて見る。このコラボは知ってるけど、初めて映像見たわ。Hey everyone, I'm Timothy Chalamet. And I'm Zendaya from the upcoming film event Dune. We're excited to introduce you to Paul Atreides in China. Dune, ずっと見たくてまだ見れてないんだよね、この映画。And dropping into Fortnite today. いいスキンだよね、でも。うまっ。空中で当ててるよ。Fremen warrior calls the most dangerous planet in the known universe her home.Paul has been trained to be a fighter and leader destined for greatness beyond his wildest dreams. なんだ今の武器。こんな感じのしっかりとした映像あったんだよ、このコラボ。 Good luck on the island. Luck, guys. ポップコーン食べてた。え、後ろなんかフィッシュスティックの魚みたいのいた。何のコラボだ。なんだっけこのコラボ。え、なんだ、めちゃくちゃホットなんだけど今のとこ。出た、クリス。次なんだ、
ファンデーションのやつじゃない？だよね。バットマンだっけ、ゴッサムシティでやったし。そうそうそう、結局でもこれ来なかったよね、ゴッサムシティ。バットマン、あれが来たんか、こっちが来たんか。なんだあれだ、リーグオブレジェンズだっけ確か。確かそうだよね。次はアンマイプやってもらおう。これもあんまりわかんないわ。出たナルト、初めてのアニメコラボ、日本の1回目にしたらめちゃくちゃクオリティ高いよね。影分身の術使いたかったな。第3弾お願いします。エピック、螺旋丸打ちたい、螺旋丸をミシックで頼むよ。モンクレアコラボ、懐かしい。これ確かあれだよね、コードで変わるんだよね、色が。こんな映像だっけ、初めてちゃんと見たわ。おしゃれやな。さて次のコラボは何でしょう。 Do it. No, 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 don't do it. ファウンデーションだ。ドウェイン・ジョンソン。うわ、伝説の瞬間、こう。みんな、はーってなったもんね、これ。見たとき。懐かしい。かっけーファウンデーション。Impossible. I watched you die. I got over it. I got over it. うわー、かっけーファウンデーション。You came back for me.You promised me, Jenna. まさかのでもさ、フォートナイトのメインのキャラがさ、俳優さんだと思わないよね。Okay, so what's the plan? ちゃんとこのね、眉毛上げる。All about playing your way to level up and unlock battle pass outfits. スパイダーマンだこれ。Including Spider-Man. There's also new features to check out. So what are you waiting for?スパイダーマンのミシックも伝説だったよね、最初来た時。超楽しかったわ。何気にチャプター3シーズン1も神シーズン、あ、出たスパイダーマン2人目、トム・ホーとゼンデイヤー。Someone really needs to stop that guy. You can handle that part. Oh wow, this one's for you. Oh, thank you. You shouldn't have. これも2年前とかだもんね。スター・ウォーズだ。ボバフェッティだっけ？確か。だったっけ？名前当てゲームみたいになってるコラボの、名前出してくれなかった。なんだこの映像、なんだっけこのスキン。なんだっけこのスキン、こんなスキンいた、やべえ思い出せない。クロムもナッツ、やべえ、スターウォーズ見ないと。アンチャーテッドコラボだ。地図もらったんだよね。この2人もいたっけ、覚えてないわ。トムホだけかと思ってた、コラボ。いた、この2人初めて見るんだけど。
近っ。あ、ブルノマーズじゃない？Hey, I'm Bruno Mars. おぉ、出た。Together we are so exciting. ブルノマーズスキンもいいな。大阪直美さんじゃないですか。この映像もかっこよかったよね、めっちゃ。かっこよすぎる。いい映像やな。大阪直美。これはあれだ。ドクターストレンジだ。あ、プラウラーもいたね。あんなとこにプラウラーいたんだ、映像。よく見ると。この時アイアンマンいたのにさ、全く出てこなかったよね、ストーリーでは。悲しかったわ。謎にプラウラーだけいんだね。なんだこのコラボ。なんだっけ。何このコラボ。何今の、何の映像ですか。わかんねえ。これは短いの続きますね。わ、なんだっけこのコラボ。あれだよ、妹で出せるやつだよ、刀みたいなブレード。スキンは覚えてんだけど名前が思い出せない。こんな映像だっけ。いつ食べてた。オビワンだ。ケノービライトセーバーそろそろまた来そうだな。定期的にライトセーバー帰ってくるからな。最後の赤ダースベイダーだったかな。ダースベイダーだ。来たダースベイダー。この時なんだ。ダースベイダーってさ、もっと前からいたような気がしたけど、とか最初カイロレンだもんね。ダースベイダー結構後々だったんだ、追加されたの。そうだよ、ここだよ、ダースベイダーできた。近づいてきたよ。でもチャプター3でしょ今これ。インディージョーンズだ。あ、曲が消されてる。あ、違うか。インディアナジョーンズね。英語だとインディアナジョーンズなんだよ、日本語だとインディージョーンズだけど。何のコラボ？何何何？初期スキンたちが踊ってる。うわあ！アモンガスだ。いや懐かしい、アモンガス。一時期喧嘩してたもんね、インポスターって。何何何何？何？こんな映像あったっけ？第二弾のコラボ。いやマジでナルト第3弾頼むよ。待ってるよ、エピック第3弾お願いします。カオズだ、カオズ、かわいい。本当に幅広いな、コラボフォートナイト。いいね、かわいい。なんだこの物語は。なになになに、どういうこと。3人で仲良くなりました。かわいい。なんか増えた、いろんなピーリーとかがいる。え、すげえ。ちゃんとトレーラー見ると面白いね。え、あ、出た、ジョン・スイナー。てってるってー、出たー。日本の人たちってほとんど知らないよね。アメリカだとめっちゃ有名なんだけどね、この人。ジョン・スイナー。え、もうドラゴンボール？
早いね。来たードラゴンボールー、かっけー。いやマジでクオリティ高すぎ。そろそろジャンプオールスター来てほしいね、コラボ、いろんなキャラの。次は何のコラボが来るんでしょう。鬼滅かな、鬼滅かワンピース、この辺の気がすんな。今回呪術廻戦でもこのマップなかったよね、なんかミシックが使えるマップ楽しみにしてたのに。映像も凝ってるよな、ちゃんと砂漠っぽいとこで撮ってさ、悟空とベジータが戦うみたいな。いやー、悟空の海洋拳来てほしいな、個人的に。次なんだ、え、なんだっけ、タイプアップ違うな、あれだ、フットボール選手のやつだ。フットボールラグビーだっけ、ごめん、なんだっけ、どっちだっけ。かっこいいなぁ、この映像も。いろんな歴代の大人がコラボしたスポーツ選手のあれを見てるんだ。なんでニャッスルおんねん、なんでニャッスルおんねん、どういうことやねん。かっこよ、アイコンシリーズいいなぁ。かっこよすぎるんだけど、すげぇ。めっちゃかっけえんだけど。いやー、やっぱアイコンシリーズいいね。これはデスティニーだ、コラボ。懐かしい、僕昔デスティニーやってましたよ、大人が来る前だね。夏デスティニーも、おしゃれだよね、映像。これはパラダイムか。We've already lost so much of the island to that chrome. That's not surprising. もう最近じゃ懐かしくなくなってきた。I've never seen such accelerated cytokinesis. セブンたちどうしちゃったんだよ。この後なんもないじゃん。どこに行ったのセブンたちは。大人のストーリーどうなったんですか最近、エピックさん。ブリーダートンね。ヘラルドさん。めちゃくちゃでもアイアンマンっぽい感じするよね、この感じ。アイアンマンっぽくね。なんだこれ、どこに行ったんだっけ。659、659だ、リアリティ。次何のコラボだ。あ、グエンもいいんじゃん、ちゃっかり、ちゃっかりグエンもおるやん。なんでさ、スパイダーバースのコラボ、フラウラーとかさ、グエンとかマイルスでみんな同時に来なかったんだろうね。懐かしい、再現したわこのトレーラー、めっちゃ大変だった、懐かしいな。グーガン夏、ありましたねこのトレーラーも。これはなんだ、何のコラボだっけ。ああ、このコラボだ。
ミークスだっけ。ああ、終わっちゃった。あ、出た、ブラックアダム。ブラックアダム見たけどめっちゃ面白かった。出た、ファンデーションの感じ。ルーク、あー、レイヤー。スターウォーズもやっぱいいよな。この後まだあるもんね、スターウォーズ。ラスト1個あったよね、フォースの力の時ね。スカイウォーカーウィーフォロだ。何この曲、こんな曲だっけ。おしゃれ。このスキン人気だよね、女の子の方。ポロのコラボ良かったな。服めっちゃ好きだった、ポロの。今井さんからジャケットもらったんだよ、ポロの。ロケットリーグだ。車が来た時かな、これ確か。乗り物が実際に追加されて、そうそう、この時、この時。あったなこれ、フォトナのマップ上にあったよね、確か。やばかったなやばすぎ。ありましたね。うわー、俺このチャレンジやんなかったんだよね、確か。あのツルアシ欲しかったのに。あー、逆にあれだ、ロケットリーグにフォトナの車が。ペギー12。あー、出た出た、ゴート。これも神コラボやったな、普通に。マジでよかったよね。シミュレーター、そう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 。おお、チャプター4に入ったよ。パラダイム出てきた、また。お、こん時もコラボいろいろあったよね。ヒロアカ、ハルク、ミスタービースト、ここら辺だっけ。そうそう、ここで。いや、いろんなコラボがあるな。これヒロアカ、ヒロアカ、ヒロアカのツラシで、これハルク、ハルク、ハルクで、これミスタービースト、ミスタービースト。おー、なんか帰ってきた感じするね。俺らの知ってるマップや。おー、来た、ヒロアカだ。3つ目のアニメコラボだね、本当に。いやー、ヒロアカコラボも良かったな。懐かしい。ヒロアカも第2弾来てほしいな。エンデバーとか追加されないっすかね、次。いや、ナッツ。お、出た、このバスケ選手。名前が毎回俺読めないんですよ、めちゃくちゃ長くて。
Yannis, where are you? Where did you go? Other Yannis! Oh, I hate clouds. Yo! You missed me, bro, huh? Of course I missed you. We're the only ones that can pronounce our last name. Antetokounmpo. 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 Antetokounmpo! They see this island. マジで言いにくい名前。Antetokounmpo! かっけえなぁ。おっ、ご飯とピッコロ来たー。いやーこれもいいコラボやったなー。スキンのクオリティが上がってるよね、確実に。おっ、次はブレイクスパワーだ。変身エモートよかったなー、このスキンも。次は、なんだっけこれ、あ、クリードだ。そうだそうだそうだ、これ新しい映画見ないとな、早く。1、2は見てるんだけど、まだこの映画見れてないわ。かっけー。このスキンでも使ってる人全然見ないね。お、次めっちゃ途中から始まるやん。進撃コラボだ。うわ、エレン。このトレーラー見たとき最初エレンいたのめっちゃびっくりしたよね。マジみたいな。しかも立体機能使ってるよっていう。ここここここ。これマジでいい。あったなぁ。いやー、普通にいいシーズンでしたね。からの進撃コラボ。ミカサとリヴァイ来るんかいっていうね。アルビンどこ行ったってなったよな。マジでさ、アニメコラボのミシックだけのモードとか欲しいんだけど。立体軌道からの挙式紫打ちたいよ。お、スターウォーズ、これが一番最近のやつかな。スターウォーズコラボです。この時のスターウォーズコラボが一番楽しかった。本当にいろんなフォースが使えて、この石の力やばかったな。ガチ強かったな。マジでフォースの力楽しかったよね。いろんなことができて。次はこれなんだっけ、何の映像。あああれだ、日本の方のやつだ。天野さんだっけ確か、このコラボのやつだ。このスキンもいいよな、めちゃくちゃおしゃれ。さて来ました、マイルズ。このシーンね、いいよね。お、やっと現代まで来たよ。みんな追いついたぞ。さて今シーズンのコラボはなんだっけ。もういよいよ終わるけどな、あと2週間ぐらいで。トランスフォーマーだよね多分。トランスフォーマーと、あと呪術廻戦もちらっと映ってたんだよね最後、確かこれ。ラプターが来て、でもだったな今シーズン。ラプターね、ラプターもうちょっと早かったらね、もっとなんかラプターっぽかった気がするけど、まあでもやっと乗れたよねラプターに。トランスフォーマーのコラボがさ、意外となんか地味だったというか、もっとさ、この映像で映ってたこのなんかさ、これを期待して、これこのアニメーションをゲーム内で見れるんかと思ったらなかったのが残念だったな。オプティマスプライムのこれ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 、ゲーム内で見たかった。オプティマスプライムの NPC がいるみたいなさ、ずっと工事中だったもんね確か。ああそう、最後スローンがいるんだよ。最後スローンがいて、うお、その復活ってなるやん。でみんな見て見て、これここの右下、ここここ
これ呪術廻戦のラマのいたんだよ最初から。そうだった、フチュラマもあったじゃんそう、フチュラマコラボありましたね。ベンダーいいよね。おで最後はやっぱ呪術廻戦コラボですね。いやー急に来たよなこのコラボも。でもマジで最高、本当にスキンのクオリティも高いし、ミシックもめっちゃ楽しいし、マジで釘も強いもんなめっちゃ。いいね、曲もいいよねこのトレーラーの。ラマの詩を変えたのも神、普通に。いやーガチ神コラボやった、かっけー。はい、ということで今回は歴代のフォトナコラボ映像集をちょっと見てみたんですけど、皆さんはどのコラボが一番好きでしたか、よかったらコメント欄で教えてください。今回の動画の最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいなってことなので、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ピース。